横浜市にお住まいのペンネーム宮前から牧之さんの夢宣言です。ここの皆様はじめまして。鉄道旅行が大好きな私の夢は日本国内のそこうるさいよ、カサ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 失礼をいたしました。日本国内の鉄道線をすべて乗車することです。網の目のような鉄道路線ですから実現するには何年かかるか分かりませんが、必ずやり遂げたいと思います。もちろんその時には JR 紀勢本線宮前駅、東京モノレール線羽田駅、 JR 因美線三浦駅、JR 常磐線大野駅の各駅で途中下車したいと思います。途中で諦めずに頑張ってください。途中下車した時にはその写真を撮って、そして私たちにぜひぜひ見せてくださいね。応援しています。ココペイウィズドリーム。春のもっと綺麗に歌えよ。行くよ。いや春だね。春が来て心ウキウキウキキじゃないよ。春じゃないよ。春になると多いんだよね、私みたいのが。羽田ピーこと羽田エリカです。羽田ね。はい、春といえば出会いと別れの季節でもあるんですけども、はい、なんと3月4日でみきおちゃんが卒業式を迎えた。ありがとうございます。3月3日に卒業したんだよ。ごめんね、4日じゃなかったね。ちょっとおひな様かなみたいな。大丈夫大丈夫。ひな祭りの日ね。そうなのよ。みきおもどうぞ大人になったね。でもさ、私たちスタートした時は全員学生だったのに、これで全員社会人や。みきおちゃんは、まあ、あれだけどじゃないけど、学生がいない、高校卒業しちゃったら、まあ、そうね、まあ、でもね、うん、高校生は無事終了。そうそう、高校生じゃなくなって。そうそう、それを言いたかったの。そうね、そう、うん、ねえ、もう、ね、もうこの制服姿を見て、ね、今日はわざわざ来てきてくれてありがとう。そんなやっているかい。はい、もう3月21日ということでですね、はい、うん、もう春ですね。みきおちゃんも高校卒業して、私ももう、うん、早く大人にならなくちゃと思う今日この頃です、ね、はい、頑張ります。どうも、三浦龍子です。春だね。春だね。暖かいね。白紙なんだ。白紙だよ、頭が。花粉症の人は気をつけようね。みきおちゃんお卒業おめでとう。どうもありがとう。これからは私を見習っていいよ。いやー、それだけはやめた方がいいいやー、はい。はい。はい。みきおです。まあ、3月3日に卒業式を迎えたわけなんですけど、まだね、なんとなく実感がわからなくて、友達とはまだなんか、付き合っていたいなと、うん、大切なことだよ。でも学生時代の友達と、でもね、またコンサートには来てくれるっていうので、また会えるんですけど、ちょっと寂しいです。いや、本当に。はい、というわけで世の中は今卒業シーズン真っ只中。シーズン卒業シーズン真っ只中。そこで本日はスペシャル企画、卒業式思い出の歌特集をやりたいと思います。今年卒業を迎えた人たちは学生生活を振り返りながら、そしてそうじゃない人も卒業式の思い出を蘇らせながら聞いてくださいね。みんなに夢のエネルギーを与える、あげる。与えるどうぞ。ホロホロや今日。みんなに夢のエネルギーをあげる、ここステイウィズツリー。思い出の歌特集。今年卒業を迎えた皆さん、本当におめでとうございます。はい、みきおちゃんを除いて私とまきぼうとりえちゃんはね、うん、もう1年前に卒業してるわけなんですけど、よかったよ、できて。よかったね。そうだよね。そうだよね。卒業式迎えてから1年なんか、でもね、1年しか経ってないんだけども、学校
の学生生活じゃなくなってから、うん、なんかほらやっぱ自分の時間っていうのもすごい長く取れるから、うん、余計なのかもしれないけど、ずいぶん昔のことのような気がしちゃうのかな。学生に行ってたこと、学生だったことが、うん、なんかずいぶん昔にもうなんか学校に、うん、を卒業しちゃった気がする、うん、私はね、私とったのね、街中でさ制服とか着てる子を見かけるとさ、うん、あの子が私よりも年下なんだって。そう、それそれそれよ、それでしょ、うん、そうなのそれよ、年上なのって思っちゃうのよ。今時の女子高生は色っぽいからね。でもこんな高くて、なんかおめでとう発育が違うんだね。だいたい1年か2年しか違わないのに、なんだやりゃ、ね、そうだね、高玉に育っちゃったじゃないかい。いいね、うん、こんなババ臭くなってますけども今日はですね、この後一人ずつ卒業式にまつわる思い出の歌を紹介していきたいと思います、はい、それでは早速いきたいと思います。まず卒業したてのほやほやのミッキーからどうぞ。はい、私はあのドリームスカムトゥルーの笑顔の行方を卒業、そう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 その上の言葉がほらすぐに来るから、なんとなく卒業っていうのもあるんだけど、なんて言うんだろう、友達がすごくあの去年のちょうどね3月3日に1年前のことなんだけど、うん、あのちょうどその先輩の卒業式が終わった後ね、うん、その次の日があれだったの、試験だったね私、うん、それでまあ卒業式もあったし、うん、次の日試験だからっていつも曲を聴いてんだけど、その時にちょうどこの曲を確か聴いてて、うん、それでああもう卒業みんなしていくんだなって、そういえば私も来年卒業なんだとか思いながら聴いてて、それでねこの歌を聴くと友達がすっごい好きなのね、仲いい友達、うん、今6人でグループなんだけど、うん、その友達がすっごいドリームスカムトゥルーが好きで、うん、だからねしょっちゅうなんかみんなでそういう歌を歌ってたから、うん、なんかこれを聞くと、ああまた友達と一緒にワイワイガヤガヤ過ごしたいなとかって思ってて、まだねまあ卒業してそんなに経ってないんだけど、でもなんかまたまたすぐまた友達と会いたいなとかって思って、うん、いい話ね、でも結構ね本当高校の友達はみんなあのまあ卒業アルバムね、うん、前見せてあげたと思うんだけど、うん、私枠なんですよ、うん、あの下の上の方に、うん、でそれも寂しいねって言って、うん、みんなで卒業アルバムを違うのを作ろうとか言って、うん、一緒に卒業アルバムを買いに行ったりとか、うん、結構ねみんなそういうのをやってくれて、うん、だからすごい今感謝してて、大切にしないとね、高校の友達はね、すごい大切にしてかないとって言うよ、うんうんうん、でだからまたねすぐコンサート来てくれるって言うけど、うん、ちょっとの間寂しいけど、うん、この歌を聞いてねまたそういうことを思い出したいなと、うん、はい、なるほど、それでは聞いてください、ドリームスカムトゥルーで笑顔の行方です。はい、それでは次巻き棒行ってみましょう。はい、ですね、私はですね、ゴーバンズのバイバイバイでしたっけ、うん、それなんだけども、あのね、それは私が高校卒業するときに、卒業する1年前、だから本当は卒業する年、うん、だ1年留年しちゃったから、うん、本当は卒業する年に、元同じクラスだった友達がね、うん、いつも卒業1ヶ月ぐらい前になるとやっぱ寂しいから、いつもね、いつもいつも教室行ってたわね、その3年生の方の、お弁当の時間もそっちで食べて、終わってもそっちに行って、帰る時もそっちに行ってっていつも行ってて、でね、卒業間近2週間ぐらいになってからかな、あのほらもう自由じゃん、教室でぐちゃぐちゃでし何もないし、うん、でなんかカセットテープをみんな持ってきてて、あのね、おにゃんこクラブのジャーネとあとゴーバンズのバイバイバイがね、ずっとエンドレスでかかってたの、いつも教室で、うん、それでそのちょうどそのゴーバンズの曲がかかってる時に、あのね、みんなが卒業文集を作ったんだけどね、アルバムとか私載れないんだけど、私の写真を一緒に勉強してた頃のね、遠足の写真をアルバムに入れてくれて、うん、で文集にもね私のページを作ってくれて、うん、で寄せ書きをね、私が知らない間に寄せ書きをみんな書いてくれて、教室でそれをくれたのね、卒業式の前の日に、うん、もう前の日じゃないか何日か前にもう学校来なくなっちゃう時に、うん、これはクラスのみんなからだから頑張って卒業してねって言ってくれて、うん、あもうすっごい感動して泣いちゃって、うん、でだからなんかこの曲は別に卒業式の歌じゃないんだけど、なんとなく、うん、そういうね思い出があるから聴くといろいろと頭を巡ってね、うん、結構ねいい曲なんですよね、まあそんな感じなんでね、早速ぜひ聴いてください。それじゃあゴーバーズでバイバイバイです。文化放送主催コココンサート93春はここから、
3月31日市川市文化会館、4月1日八王子市民会館、文化放送チケットポートで前売りチケット好評発売中。詳しくは 03-3357-1111 文化放送チケットポートまで。今日はですね、スペシャル企画卒業式思い出の歌特集をやっています。それでは次は私の思い出の曲を紹介したいと思うんですが、はい、私の思い出の曲はですね、これまた卒業式に全然関係ないんですけども、チャゲ&アスカのプライドっていう曲なのね。言えたよね、あれはね、でね、私は高校でやっぱ一番思い出に残ってるのが留年なのよ、寂しいことに、うん、それでその留年をした時期に一番よく聴いてたのがこのプライドっていう意味で、うん、あ、いう意味でじゃなくてプライドっていう曲で、うん、それであの留年したっていうのはほらやっぱ芸能界と学校っていうのの両立が難しくて留年しちゃったわけだけど、うん、それでさ1年またもう1年留年したらそれはもう許されないって言われてたのね、うん、だからそれもまずいと思って、お昼休みにね、みんなお弁当食べてるんだけど、お弁当を食べずに図書館にこもってその時間を利用して勉強して、でこの高校を卒業したっていう思い出があったのね。でそれぐらい私は一生懸命頑張って、で卒業しなきゃと思ってたから、その分留年っていうのがすごい重い深い意味で取られちゃって、だから私は高校を卒業した時にどんな思い出よりもやっぱ留年っていうのが深く胸に刻まれてるから、この曲もみんなにどうしても聴いてもらいたいなと思って今回選んだわけなんです。だからね、ぜひ皆さんに聴いてもらいたいと思います。チャゲ&アスカでプライド。では最後になります、リエちゃんどうぞ。はい、私の紹介する曲もですね、これもまたあまり卒業には関係ない曲なんですけども、私がね中学校なんですけど、中学校の時にとても憧れてた、あの先輩がいてね、その先輩がパンクスのバンドをみんなでメンバー作ってたのね、でその人たちがあのラフィンノーズとか、あとブルーハーツの、あの曲バンドの、あのコピーをやってたんですよ、で、まあ、私たちの卒業の何日か前にその先輩たちが近くでね、あのライブを開いて、でそこでなんか私たちのために、あの、まあ、今度卒業する、ね、あの生徒にとかいて、でこのゲットザグローリー、ラフィンノーズのゲットザグローリーという曲をね、あのもうすごくかっこよくバンバンにもう踊って歌ってくれて、私たちは泣きながらキャーとか言ってみんなでジャンプしながらね、あの騒いだという思い出がある曲なんですけれどもね、ちょっと聞いたらびっくりしちゃうかもしれないけども、まあ聞いてください。ラフィノーズでゲットザグローリー。ザグローリーでした。この他にも、あのあと中学校のね卒業式の思い出で、どうしても話したいことがあるのさ、あの中学校の卒業式の時にね、あの私たちの学年のね、あの生徒っていうのはね、あんまりね先生の言うことを聞かない悪い子だったのね、みんな、それで、先生をいつも困らせてて、でも最後だからね、先生たちに私たちから何かプレゼントをしようって言って、で、まあ、毎年いつも、あの私たちで何合唱コンクールみたいのをやってたのね、でそれの課題曲が、課題曲で山の息吹っていう曲があってね、でその曲をみんなで先生に、卒業式の時に先生たちに内緒でね、歌って、ですっごくうまく合唱できてね、すっごいうまく歌えて、でもすごいみんな泣きながらね、最初こう前を向いてたんだけど先生たちの方をこうやって向きながら歌って、先生たちもすごい泣いてくれてっていうのがあってね、すごくいいお話だね。いいお話やね。それはもうずっと心に残っているなと。曲じゃないんだけど友達のことで、あのその卒業式の時にわざわざ私に会いに来てくれた子がいたの、友達で卒業してっちゃったのに、サインくださいって。そう、何違うわ。そう、卒業式の時にすっごい土砂降りの雨だったのね、こりゃ絶対来てくれないだろうなと思ったら、あのね、男の友達がね来てくれたの、わざわざ。嬉しくてさ、みんな
ってことさんに、ね、何しに来たのって、しょうがねえから来てやったんだとか、ありがとうお母さんだってみんな部活とか入ってるから花束とかさ後輩からもらうじゃん、私もらえないからさ、だからその子とかが来てくれただけでももう嬉しくて嬉しくて、もう一生忘れないよね、お母ちゃんは泣いちゃうか、うん、そうかねえ、まあというわけでですね、今日はスペシャル企画、卒業式の思い出の歌特集でした。主催コココンサート93春はココから、3月31日市川市文化会館、4月1日八王子市民会館、文化放送チケットポートで前売りチケット好評発売中、詳しくは 03-3357-1111 文化放送チケットポートまで。はいはい、今日はですね、はい、卒業式思い出の歌特集をやったわけなんですけれども、はい、まあともかくですね、今年卒業した皆さんは、はい、新しい学校や職場で頑張ってください。頑張ろう。さあ、私たちの曲がなんか思い出の曲になるとね、そうだね、卒業したみんなにも聞いてみたいよね。そうだね、よかったら送ってください、はい、さてさて、そろそろお別れの時間なので、お知らせに行きたいと思います、はいはいはい、番組では皆さんから募集しているのはですね、あれ、まずみんなの番組で皆さんから募集しているのはまずみんなの夢宣言、バーカみんなの夢宣言です。そして高校学タイムマシンガンザ・ゴールデンのクエスチョン、男の子のお便りを紹介する野郎どもの会、女の子のお便りを紹介するココレディースクラブ、実はですね、このレディースクラブレディースクラブへのお便りが少ないんですよ。あれあれあれ、少ないから女の子だけじゃねなくて、ちょっとあの枠を広げて、うん、ここレディース&オカマちゃんクラブにしようかという案がですね、スタッフから出ているのでね、女の子の皆さん頑張ってたくさんお便りを書いてください、うん、内容はオールラウンド何でも OK です、うん、その他募集しているのは驚異の事実という夢のドラマハウスです。はい、宛先は郵便番号 160-02 文化放送ここステイウィッドリーム、それぞれの係前です。はい、お便りを採用した方には今私たちの手元にあるこの手作り番組、かわいいんだよこれね、かわいいね、手作り番組ピラをプレゼントします。何番感性来るな来るなはい、ではですね、え、これですね、バーカー来週はさっき話題になった野郎どもの会とココレディースクラブをやりたいと思います、はい、それでは来週まで夢のおまじない、 Stay with Dream、 バイバーイ。